ーパスを作るのは現代語とは限らない。歴史的な文献から作られた時代ごとのコーパスもあるという。日本語の歴史というのは大体奈良時代の万葉集の時代からずっと今まで続いて1000年以上が追いかけることができるんですけれども、その間にいろんなことが変化してきています。あまり古い方だとちょっと変化が違いすぎてわからないかもしれないので、比較的最近のことでこんな変化がありますというのをちょっと持ってきたんですけれども、これ雪うさぎなんですけど、この赤い小さな目で可愛らしゅうございますと。ああ、可愛らしゅうございます、はい、これが時代的には、大正時代ぐらいの教科書の、ね、教科書、はい、1年生が使った教科書ですね。おそらく今の人だと可愛らしゅうございますというのは使うんだろうみたいな、可愛いですというなんだろうと思うんですけれども、いつ頃変わってきたかというと、コーパスを使ってみるといつ何例あって、それがどういう資料から順に変わってきたかというのが分かるようになっているということで、ちょっと検索を実際にして見てみたいと思います。可愛いといったような言葉を直接指定しなくても品詞を探すことができるんですね。今のような形容詞ですので、形容詞の次にですがつく形があるかどうかを調べてみたいんですけど、古い時代にはないんですけれども、例えば江戸時代以降にあるかどうか、で調べてみたいと思います。これぐらいですね、527件見つかりましたけれども、苦しいでしょうとか、でしょうという形はこの頃からよくつくんですけれども、形容詞にですがつく形で実はあまりありません、雑誌にはあるんですけれども、先ほど見た教科書というのはなかなか出てこないんです、逆にではございますというのがつく形はどうなのかというと、ござるとますに切れますので2つ指定するんですけれども、江戸時代から例があります。ようござりますとかですね、まあ、ござりではなくてござりますという古い形なんですけれども、この頃からたくさんあるんですけれども、これがずっと使われてきた。したがってござりますございますって古い形の次にですがつくようになったというのがあるんですけれども、それをちょっとコーパスを使って検索した結果を集計したものがここにあるので、ちょっとご覧いただきたいんですけれども、これは教科書の方で、ございますとですがどのような割合だったかということなんですけれども、変わってくるのはやはりちょうど戦後1945年以降になります。教科書などでは戦前はほとんど、ですという形は使われてないということですね。一方で雑誌の方になりますと、その実際にはこんな風に使われていて、もう1901年、20世紀に入った頃にはですの方が多くなっているということなんですね。今現在でも形容詞にですがつく、いいです、良いですという言い方に違和感を持たれる方っていらっしゃるのかなと思うんですけれども、しかしもう100年以上前から半数以上の人はですという言葉を使っているようになっているいうようなことはコーパスでわかるというわけです。それからまたでしょうという形はかなり以前からどんあってどんどん増えているんですね。これは教科書にも実は少し早い時期からありました。でしょうというのはですにまたうがついたものですから、ですがついていると言ってもいいんですけれども、これは実は動詞と形容詞と名詞に丁寧な形になるときにどうなるかという形とつながっていることでして、名詞の次、例えば、今日ですとかいうような形で名詞の次にですがつくというのは普通のことですが、そして形容詞も今はつくようになりました。ございますからですになって、面白いですのようなのがつくようになったんですけれども、動詞の場合は行くですという言い方は今でもおかしな赤ちゃん言葉的な、そうですねしかしながらよく考えても行くでしょうというような形で、でしょうの形は動詞にもつくんですね。そういうふうに考えてみますと、ひょっとするとです行くですという形が今後増えてくるのかもしれないなといったような、日本語の変化を、長い期間で見ていくことができるという、こんなようなコンパスになっています。